日本人の心に火をともす東洋思想及び神道研究家の幅ひかるです。今回はこの神社チャンネル久々の話題、手相についてお伝えします。ゲストは神社チャンネルかなりご出演いただいております、秋山誠先生でございます。えー、私ですね、かつて手相鑑定、延べ数千件にわたって行っております。 で、秋山先生多分数万件にわたって手相をご覧になっていると思うんですけれども、まあそのですね、私たちの観点から見て、面白い手相とか、すごい手相ってこうなんだという手相にまつわる激論と言っちゃ言い過ぎなんですけれども、対談ということで、私もですね、秋山先生喋ってて、まあ気づくところもあったりとか、共通する見解もあったりして、非常に面白かったです。ね、まあ感想学っていうのは一つの学問だというふうにして私は思います。ね。 まあ、秋山先生、実際にこの感想学というものを学術的にも探求されているというところで、まあ、単なるスピリチュアルな内容ではなくですね、深みのある内容となっておりますので、ぜひご覧になっていただけたらと思います。また、秋山先生と5月にコラボレーションでイベントを行わせていただきますので、ご興味ある方は詳細欄チェックしてみてください。それではどうぞ。はい、えー、今回も 国際機能法研究所所長秋山誠先生をお招きしてお届けしていきますともうよろしくお願いしますよろしくお願いします秋山先生はですよね、はい、この精神世界の先駆者としてもう何十年にもわたって、ね、研究し続けられてるまた発信し続けられてるということなんですけれども本当にいろんな分野に渡ります で今回お伺いしたの手相とこちらも最新刊にあたるんですけれども、はい、この本ね非常に面白いなって思ったのが大体やっぱ日本の手装術ってもうほぼ,ほぼほぼ西洋式ですよね。という方が開発されたものが多分ほとんどだと思うんですけど、はいねね、今回珍しいあと思って東洋式が載ってるんですね。うん、でそうそう東洋式は 兼太夫神尊、勧、ね、コンに当てはめながらこう見ていくというような見方があるんですが載ってるなと思って、はいはいね、手相ですよね、はい、どういったきっかけで始められたのかとかこの感想学の神秘としていいんですけれども、はいはい、ちょっといろいろお伺いいでできたらと思いますすそうですね、はい、あのここは、ね、深い世界なんですけど、まあはい、想学を知ってしまえばですね例えば古代中国今の中国とは違いますよ古代中国なんかでは能力者は5層が見れたら一人前だと言われたんですね。ね、はい だからその中にまあ眼層とか手層、はい、体相体,相体全体の動きの層そ,、ねうん、そんなのも含まれるんですけれども特にですね僕はその10代でスプーン曲げ少年でまあデビューしたわけですけど、はい、世の中半年でもうボッコボコにかんなものあるわけな、ね、い嘘つき少年って言われたんですねで僕自身はねそこに山があるって当たり前のことを言ってるのに世の中が受け入れないっていのは、ね、混乱しましてね でなんとかこういう世界のことを分かってもらったりとかあとこういう分野に長く伝わっているもので人様を喜ばせられるものが何かないかって探したんです、はい、子供心にね大人たちを喜ばせたら少しは我々の言うことも聞いてくれる見てくれるんじゃないかと思ってでね当時ね僕はリュックサックショーってね中学生の時よくね神田の古本屋街に遊びに来てたんですよ。うんうん でそれはね、活動費用を稼ぐためなんだけど、静岡で古本を安く買って、ですね、はいえ、神田持ってって売ると、はい、るとある程度、活動費用が出るんですね。すすごい、もう背取りですよね、ね。だから、今もその延長上で半分、古物屋みたいなことやってるんですけど<う>で、ね、原書房って老舗のね、今もねとんでもない占いの殿堂古書店があるんですよ、<laughs> ありますね。そこのね、今三代目だ、千千代だな、千々代にね。 僕は聞いた子供頃にリュッったまま、はい、しょったまま「占いで一番当たるものは何なんでしょう?」って今言ったらもう赤面の至りですけれども、はい、何にも世の中分かんないからね大御所のとこ行ってね聞いたの、はい、聞いたらね「僕ね」って「手相が一番よく当たるよ」<laughs> 手相を頑張って見れるようになったらねあなたも立派になるよ」って言われたんです、うん。 わいってってて手相の本2 3冊買、はい、読むんだけどねわ分かんないんですよね。あのまず本で図で見て実践の手相と比べるともうその段階で変則的な線が多くても分かりづらいんですよ。す手相ってね本では分かった気になるんだけど最も実践がやりにくいこれはねうまい先輩について勉強しないと絶対分からない。はい、でも逆に言うとそうだから長い間 延々と徒弟制度が続いいててきたっていうのはあるわけですよはい、はい、それともう一つはねいろんな本を書き集めてねとりあえず10代で1,000冊ぐらい読んでみた、はい、ウォーミングアップで,でやっぱ一番すげえなと思ったのはこれはいまだに創術者に影響を与えてますけど彼のすごいのはね当時も中国から来た創術が石鹸、まあ、してたわけですよ日本を、うん、その教科書全部読み切った上でねわ、うん、かんねえな当たんねえな だって本で読んでも分かんないっていうんで風呂屋の番台と床屋に何年間ずつ座って <laughs> じーっと人を観察したわけですね。でそれによってなるほどっていうものをつかむ共通点をつかむだからいやすごいなと思ってでやっぱり内容がもうダントツに違う。で南北は一部ですねその手相の中でもシワだけじゃなくて。 その特にね星って言われる出てくる色ですね。手を机の上に上向きに置いてねしばらくリラックスさせるとこう白い点がポツポツ出てくるんですよ。はい、でそれがどこに出るかでもってその人の運命を占う。うんうん、これはね直近の運命の特に鑑定においてはものすごく構想するんですね。うんうん、下手するとあれ二ヶ月後にハワイ行くねとか分かったりするんですよ。あとね人の顔みたいなものが出てくる場合もあるの。 でスケッチ描いて、ね、こういううういい人とと出会うよみたいなここもでできちゃうんですねうん、うん、これ超能力がなくてもできるんですよその手相を読めばねはい、はい、それはもう南北の延長上にあるうん、うん、あと戦前から戦後に対して元相術が思うんですけど亀田一行っていう人がいて、うん、この人すごい投資能力者で人の顔を見るともうスクリーンのようにいろんな映像が出る人なんですねうん、うん、でそれをまた体系化して人に教えることもできたんですようん、うん でこれはやっぱり凄まじくて、ね、この人も南北の延長上にあるんですけど、うん、そういうものに触れられた亀田一行さんは僕生前ね結構あの近代になってから生きててらっしゃってて、ね、ああ名古屋におられたんだけど、えー、お話を伺うこともできます、はい、でそんなことがあってで、まあ、それをまた元にして大人になってからいろんな、まあ、セレブなんかにも会うんでいろんな人の手相をとにかくやたら見た。うん、で大体ね7 8千人超えたぐらいから分かるようになってきた。 その後要するにさっき言われた「キロっていう手相術が明治以降入ってきたのではい、はい、一気にそれが流行っちゃったね広がるんです、うん、でね占いの問題点はね流行りのものが出ちゃうと、はい、流行りのものが当たってるようにみんな洗脳されちゃうんですよ。でもねキロっていうのは調べてみるとね自分のね自叙伝でさえいいか減んなる人なんですね <laughs> ものすごいほら吹きだし正直、はいあの。もうやべえおっさんなんなですよはい、はい で下手したらね誰か有名人の手相の図とかも本に出てるんだけど自分で書き換えちゃうような人なんでだからねやっぱり黄色はちょっと近づきがたいぞっていうのがあって、はい、かつ先生術を手にあためてるんです,先術ですね先生術である以上やっぱりねキリスト教国においては非常にある意味需要されるギリギリ需要されるところがあって。はい 日本でもやっぱりタロットとか、えー、先え、術とか。そういう意味では、キロの手相っていうのは、どっちかというと、キリスト教寄りの人たちは非常にこうキャンペーンをするわけです。今や、あの、ね、それこそ神田の所詮グランデなんてのは、そういうもので、うむすされてますよ。<laughs> 僕の本のコーナーなんかなくなっちゃいましたからね、そっちが売れるんで。<laughs> ち,ょ <laughs> ちょっとありますよね。ええー、ちょっとだけね、ちょっとだけね。<laughs> しかし、まあ、僕は一石を投じたくて、で、特に手相の場合、キロは。 脅かす手相術が多いんで,す<ー>で中国手相術の場合も生命線短いからあんた寿命短いよねみたいなしかし生命線が長い短いから寿命というよりもその人の今の生命力と関わっているわけで、うん。うん 僕は手の裏まで生命線あるんですけどとこいですね。すねとこ,ろがこんな長いと張りが強いすね,、ま、ねこんな長いとアマゾンの奥地で前倒しになって死ぬみたいな人生を送りがちだと<ー>ここは言われるはい、はい、エネルギーが余りすぎてね、はい、だから僕はもう生命線短くしななきゃいけないけ、はい、<laughs> だからねあの手装置のは本当にそういう意味では立体的に勉強すると本当に面白いし。はい で特にいいところを褒める手相術の本が欲しいっていうんで、うん、書いたのがこれなるほど僕はそういう手相術の本が欲しかったなようやくねこれはねもう40年にわたる手相を僕ずっとホツホツ研究して、うん、いいとこ取りの手相術特にこの中でも「ゴールデンゲート」っていう概念を提唱してるんですけど <laughs>、はい、この中指の根元にと薬指の根元にこの。 戦に向けて縦線が2本入るこれ若いうちははっきりしないんですけどシワは出るんです、ねはいはい、でここにはっきりとした縦線が出てくると、はい、これはもうゴールデンゲートって言われてまして、はい、あらゆる成功者は必ずあるそうです、はい、ほぼ99.9%、はい、吉永小百合さんなんかもはっきりあるそい、はい、もうこの分野では誰も及ばないみたいな成功者は必ず持ってます、はい、だけどね既存の手相術の方にはほとんど書いてないじゃんはい、はい つまり発見されてないんですみんなかすってるんだけどそこを見てないわけうん、うん、既存の岐路とかを勉強しちゃうからはい、はい、だからやっぱりそういうものをちょっとね掘り起こしたくて、うん、でもそうやって考えると例えば、まあ、最近はやや言われるようになりましたけどここの感情線頭脳線生命線と俗に言われる3本線の間に。 ここた横線が入って、はい、M になってる,なるほどこれ僕は <あの S 1> 両手が M だと聖なる M って,ってはっきり M ですよね松あ、まあ、山先生は。はっきり M ですね。ここが両手が オカルトから逃げられない。もうオカルト界とか占いとか、そっちの方に。仕事上絡まざるを得ない。で、ぎりぎり心理学者ぐらい。やっぱりマインドと関わらなきゃ、おえ、ならなくなる。私もエムですかね。ね、お綺麗なよ。綺麗なよ。さっきのどちょろっと見て、あ、やっぱりエムだと思ってね。だから、これはね、関わらざるを得なくなっちゃう。 だからね、面白いです。あの手相って本当正直なんですよ。んだから逆に言うと手相から才能を見る特に最近若い方の悩みでね、何をやっていいかわかんないんですよ何を目的にしていいかわかんないんです動力能力に向いてるかわかんないんですよわかんない人生丸投げ質問が増えてるわけですよ。これに対してなんか本で答えられないかなと思ったわけです。 やっぱり向いてる才能を手相から見極めるための手相術っていいますかねそんなものを提唱してみましたということです。 ご勉強されたんです。いや本です。ありとあらゆる手本です。はい、やっぱり読まれたね。ありと読める本全部読ましたもん。話も行きました。ないもんね。話も知ってるのよ。ないよね。だいぶ貢献しましたよね売上げそうそうそう。読みましたね。全読める本全部。だもう大変と読んだんで、もうここ五六年ぐらい読んでないですけども、まあ読める本は全部読んだと思いますね。だからもうあの結婚戦だけ見るっていう人生からは解放された。そうですね。だから。 うん結局人見ないと分かるようにならんなっていうのは私,のの私もだから私よく,強く言ってるのは本当にまあテスト見れるようになろうと思ったら最低100そうそう最低100まあもっと言うと1000うもう1万人ってい、はい、まあ大体まあ桁変わるごとに変わっていくんじゃないのかっていうのは思、はい、まあ言ってて、はい、まあ1000人以降は僕ももう数えてないですけれどもっていうのは思いますね。すね<あ>僕なんかは実はある意味精神世界に入る人には珍しいそうなんですけど、まあ、M はあるんだけど つまり例えば環状線と頭脳線と生命線が大体いい同じぐらいの太さで<ー>もう定番通りの郵便局マークなんですよ横2本あって縦にあるこういう手相の人っていうのはあの非常に慎重なんですね,あですかね普通を求めるんです、はい、で僕はねやっぱりこれに救われたと思ってるので、ねはははい、だからやっぱり公務員い年やって民間で勤めにならない年やって14年ずつの勤めにサラリーマンやってで精神世界入ったんで すすすごく逆に泳ぎやすいんですよ精神だ、えー、あの逸脱して行動しないしはい、はい、ちゃんと調べるしなんだけどだから逆に言うと精神世界の多くの人たちが非常に悩みを抱えているのはやっぱり逸脱しやすいしはい、はい、逸脱大好きだから普通の人生歩めない,っていまあそれも楽しいんですけど、はい、まあ僕もそういうのが好きで入ってきた口ではあるんだけど結果的に一旦その逸脱を経験しながらここへ戻ろうとする。うんね 普通の社会的な共通点に戻ろうとするっていう概念があったからよかったんじゃないかなと思いますね。はいうん ありがとうございました。今回ですね、大成功する手相というので、はい、薬指と中指の下の線ですよね。っていうところのポイントだとか、はっきりとこう M が見えるのかとかいうところですね。はいはい、ちょっと面白いポイントをお伺いすることできました。はい、ね。えー、っとまたですね、5月に秋山先生とコラボセミナーさせていただきます。はい、ぜひ、ねはい、5月またちょっとね、僕もあんまり言ってないようなことをいろいろ話しようと思ってますんでね。はい、楽しみに皆さん来てください。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 ここでしかお話しできない特別な情報をお届けする無料 LINE アットユニワフリーメルガガがユニワただいま登録受付中でございます神社の秘密や幸せになるための秘訣限定情報満載でございますフォームが詳細欄の方にございますのでぜひご登録ください